はい、おはようございます。さあ、おはようございます。アリウメ四十九日大会機動戦士ガンダム EX レビューとなっております。はい、今日はじゃあ二大進行ということで、塩太郎くんが呼びかけていただいたおかげでですね、今日はなんと連邦 VS ジオンという様相が実現しております。こちらの方でプロレスをさせていただきました。1回戦の組み合わせ連邦 VS ジオンとなっております。常にいいですか。はい、いいですか。連邦軍が勝つかジオン軍が勝つか今日はっきりさせようじゃねえかということで、優勝したプレイヤーが連邦かジオンかに注目していただければなと。連邦を選んだ人は連邦軍が勝てばあなたたちの勝利です。いいですかね。対抗戦です今日は。連邦 VS ジオンつってもガンダムとキャノンしかいねえけどな。で、朗報がございます。朗報、シャーザクがいません。シャーザクいません。ギャンも、あ、いるな。 あれギャンいるんだ。あ、いるわ。使ってるの誰ですか。ガロボーギャンだな。まあそんな感じでお送りしていきたいからと、はい、じゃあ今日2台進行なんで、はい、そこの2台目の台を1番台とします、はい、であちらを2番台とします、はい、いいですか。こちらの方でオペレーションしますね。じゃあ1回戦雰囲気、清代ドム白松ガンキャノンじゃんけんして1番台で試合ですね。そして塩太郎とブリリアント2番台でじゃんけんして試合をしてください、はい、ワンピー側の人はリセットボタン必ず押すようによろしくお願いします。ちなみにどっちも映せるんで、どっちも映せる、あ、どっちも映せるんで、中継は順次やっていきたいと思います。じゃあいきますよ。多分ね。じゃあいきますよ。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、テストしてみる。はい、あ、大丈夫ですね、大丈夫ですね。はい、じゃあいきますよ。アリウメ四十九日法要機動戦士ガンダム EX レビュー大会始めたいと思います。今日は連邦対ジオンだ。連邦対ジオンだぞ。いいか、連邦軍が勝つかジオン軍が勝つか、男の意地をかけた戦争なんだよこれ。悪いけどということで頑張ってほしい。ワンピー側、悪いけどこれ戦争なんだよねということで、じゃあ始まった。さあドーム、そしてガンキャノン、次期主力モビルスーツはどちらか。地球に引力を引かれた人間が勝つのか、それともサイド3から独立したジオン広告が勝つのか、注目していきたいところ。 1P 側は清志郎ドム、 2P 側は白松ガンキャノン。さあドーム、ドームが攻める。ガンキャノン、ドームに対して何もできないという噂があったが、どうなんだ。下段からキャノン、それはめくりしゃがみガードだ。切っていく。まずは雰囲気、清志郎ドム一歩接種。ガイアオルテガマッシュ、白いモビルスーツにもジェットストリームアタックをかける。お前誰だよ、大好きでしたあのネタ。さあここはまずはジオン広告が1本取っていく。向こうは、お、塩太郎1本取られてるぞ。さあどうなるんでしょうか、連邦かジオンか、注目のバトル1回戦となっております。さあガンケロン、いやフラッシュ攻撃、人体に攻撃を及ぼすという新しい格闘ゲームの攻撃になってますね。フラッシュというね、キャラクターではなくプレイヤーに目つぶしをかけるという、斬新な攻撃、ドムのフラッシュ攻撃。あー、ガンキャノン、あの主題歌の名シーンの再現、まず1位へ。さあここは連邦 VS ジオン、リアルでの戦いとなっております。ガンキャノンのカラーが青いぞ。さあ飛び蹴り、しゃがみ中キック、ジャンプ中キック、レバー下入れであの動作。さあどうだ、今のはこれはめくりしゃがみガードになっているという、ガンキャノンの空中からの砲撃。さあ飛び道具のチェーン、タイガー、タイガー、タイシデン叩き潰す、徹底的な見張る、見ててくれ。あー切られる、わずか、キャンセルだね。空中から攻める京志郎。さあここは空対空、ドームがしっかり動きを見せていく。さあキャノン、ガンキャノンが死ぬ、ミハル助けて、ガンキャノン死ぬ、ドームが飛び道具食らって打ち合い、あー勝者清志郎、雰囲気清志郎ドーム、お見事。じゃあ次、ナルト微分選手1番台で試合です。じゃんけんして席を決めてください。ナルト微分さん試合ですよ。 1P 側の人リセットボタンを押してください。 1P 側ナル、 2P 側微分。ナル選手はシャー戦よ、ズゴク。 2P 側微分選手、連邦軍機動戦士ガンダム、アイ戦士再現か。じゃあ次ガロボーとタケヤン2番台で試合です。ガロボーギャン、そしてタケヤン、ガンキャノンとなっておりますね。
アムロ行きます。さあ、微分選手がついにガンダムを借り、このジャブローでちゃんと対峙していく。まあ、あの原作ではまあ引き分け、痛み分けみたいな感じの試合ではございましたが、ここは完全決着を期待したいところ。微分選手ニュータイプになれるか、どうなんだ。なる、具体具勝利か。おー、すげー、ニュータイプ微分、まず一歩選手。ガンダムは非常にキャラクターランクとしては弱いと呼ばれていますが、扱う人によってはこのようになるのです。ということで、まず微分選手一本選手していく。ニュータイプ専用ですからね、何が起こるかわからないということで、まずは距離を取って飛び道具放っていくのはなる。さあ、シャーが、シャーが来た、どうなんだ。飛び道具のチャイ、ビームライフル、ビームライフル、さあ対空、相打ち OK か。しかし減っているのは微分の体力。昇竜拳、ガンダムだって撃てる。昇竜拳、ガンダムを撃つぜ。ガンダムをめくった二段のサーベル、飛び道具飛び越えて昇竜、なんだお前強え。勝者微分ガンダム、お見事。ガンダム強い。じゃあグリグラー選手、マイン選手、じゃんけんして積極。この試合は熱いです。塩太郎さっき勝った、負けましたか。そうですか、ブリリアント勝利ということで。さあ、ガロボー選手がギャンということで、お、ギャン負けるんじゃねこれ。あー、竹谷ギャンの破るのか、投げた、そしてセットプレー、竹谷ガロボー破る、お見事。お前なんてガタクで十分だ。というわけで、じゃあ一番台に画面を映したいと思います。これ結構見どころあるよ。グリグラ選手といえばシャア専用ズゴッコ宇宙に飛ばした男、そしてマインさんは2年前からやり込んでるガンキャノンになっております。さあ、やり込みか、それとも宇宙に飛ばした男か。さあ、投げてベガ投げ、ジャンプ攻撃、下段を買っていくのはマインさん。さあ、エアガイつかめ、向こうで試合だよ。クータイク、グリグラ優勝候補の一人、グリグラ、ここは強い、歩きショーパンからピヨらせて一生殴ってますけど、下段勝った。レポー君が、レポー君がどうなんだ。キャノンは出ていく、連邦 VS ジオン、ガンキャノンだらけのガンダム EX レビュー大会、どうなんだ。ベガ、ベガスライを避けて、さあ削る削る削る、どっちだ。ここはグリグラ逃げ切る。さあ、でも今日はギャンが一匹死にましたからね、注目の戦いになっている感じでしょうか。しかしここは連邦軍グリグラ、あれじゃねえや、ジオン軍グリグラ、まず一本選手でいく。バーザムからの、キャラドルメルを使用していますね。さあ、マインさん頑張ってほしいところ。ガンキャノンは性能的に攻撃、体力差をまくるのが難しいキャラクターになってますね。そういった意味ではちょっと今押されてる感じ。さあ、バーンナックル当てていく。あー、投げられた、ミハル頼む。あー、ダメか、ジャンク屋にでもなるのか、開始連大丈夫か、どうなんだ。飛び道具避ける、ジャンプ攻撃、連続技、投げが入った、メガ投げ、勝者グリグラ、お見事。連邦軍ここで一人減ります。で、ヤマコフズゴク4126のガンキャノン一番台で試合をお願いします。あ、ギャン全滅、ギャン全滅、おめでとうございます。皆さん、ギャンが死にましたよ、ギャンが死にんだぞ。じゃあ丸山健と雰囲気聖志郎、はい、じゃあ雰囲気聖志郎、丸山健、奥の台、あ、2番台で試合をお願いします。誰かと思ったらイージスさんじゃないですか。お、そっち、はい、そっち、旧山、あ、旧山健、ね、だ。丸山健はあれですね、京志郎のライバルですね、いつも迷彩服上下の、キャラクターだっただと思ったら旧山でしたね。旧山健でございました、はい。でワンピー側はザンサムゼ4126、そしてツーピー側がヤマコフ選手のズゴック。さあ、この試合も熱いぞ、この試合も熱いぞ。連邦軍が勝つか、ジオン軍が勝つか、男と男の意地の張り合い、地球圏を奪取するのはどっちだ。4126番手のツーピー側、ヤマコフの量産型ズゴック、ドスコイがありますからね。さあ、ドスコイ、もう一度ドスコイ当てていくズゴック。
当初最弱と呼ばれていましたけどね。ここは山子が下馬評を覆していくのを期待したいところ。さあバーナクル、ここはカズハン取っていく。ズゴックのドスコイ、いやバーナクル下段打ち下体が、あーニート飛び込み、これはハロが待って、ハロが待って、アンディ直伝投げ。まずは山子フイポ選手、すごくなんとか量産型も宇宙に行きたいですからね、とりあえず空は飛びましたね。空は飛びたいということで、水陸両用関係ないと、今まさにダウ攻撃空母の上でガンキャノンと対峙していく量産型すごく。さあヘッドアタック、ヘッドアタック、大パンチ、ヘッドアタックで返していく。隙がない隙がない、なんだその技。さあダウンバレル、しかしあのジャンプが低いんでね、すごく3段4段しっかり決めて下段でこかして4位チール関係の下だ、大パン、さあ振っていく、潰していく、昇竜拳潰して、どうだ、ゲーダンパチ、ヘッドアタックで潰していく、強引、山ゴフ、あー、さあ、泣きまた、ジオンが残った、お見事、山ゴフ勝利、じゃあ次、フワック、シンゴ、これ、注目ですよ、フワック選手のザクと、シンゴのガンダム、第1話で終わる可能性があるっていう。ガンダム大地に立てんのか。じゃあフワクとシンゴじゃんけんして一番台で試合です。これは熱いですよ。もうシンゴ負けたらもうガンダム終わっちゃいますからね。ででで、ーんガンダム大地に立てない、やばいですよこれ。こいつ動かない、こいつ動かない。ワピガはフワクザク、そしてツビガはシンゴガンダム。足払い連打、まずは体力1割2割減らしていくのはフワクの量産だけ。投げた龍直伝の背負い投げ。さあシンゴ大丈夫ですか、アムロは乗ってるんですか、誰乗ってるの、誰か頭、まジャンプ攻撃、いけた、足払い買っていく、フワク落ち着いた攻め、足払い、じゃあヒートが刺さる、微分と片詰め、ガンダム大地に立てない、一歩選手不枠、あら V 作戦終了、 V 作戦が終わる。これはまずいぞ、これは。さあ2ラウンド目、さあ V 作戦がこれ下手して終わりますからね。飛び込んで、あ今のめくりジャンプ台切りいいですね、つけ方かなり引きつけないとあのめくれないんですよ。でもちゃんと引き付ければめくれるんで、しっかり使いこなしていく。その辺がニュータイプ専用と言われている所存でございます、ガンダムというかな。さあ下段切り、そういや俺は大地に立つんだ、食らういいぞということで、あーダメか、ドラー昇竜拳ビームライフル D11、 いや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 、ここで終わってはまずいんですよと。まずはシンゴザク、これ量産ザクにガンダム負けたらやばいよね。とりあえず投げやってほしいですよね。歴史が変わる、パイプ投げが見たいですね、はい、パイプ投げちゃんとパイプ引きちぎりますからね、引きちぎるからね。さあ量産ザク、今日のこの量産ザクはあの足にミサイルボット、そしてヒートフォークとザクマシンガンは持ってないんでしょうかね。さあどうなるんでしょうか。ザクマシンガン持ってなかったでしたっけ。シャーザクですね、シャーザクだ、持ってないです、持ってくの忘れちゃいましたね、はい、ほんとすいませんでしたということで、あれシンゴ負けそうだぞ。ああさあ DJ キックからガイルの壊し、どうなんだ、終わるのか、ガイル、ガイルガダマンマン、 V 作戦終わるぞ、 V 作戦終わるぞ、ガイルの壊し、いや終わらせない、ガンダム撃つぜガンダム、ジャキック、あー終わる、 V 作戦終了、勝者不枠のザク、ガンダムがザクに、生き波のロックのザクと、ブリリアントのキャノン、どっちだ、こっち、あこっち、こっち、ブリリアント選手いる、ブリリアント選手、あで微分さん勝利、それでグリグラとカナディ、はあっち側でお願いします。やーす、さあはい、じゃあちょっと塩太郎さん喋りますか、来週からトライダー G7 が始まります、はい、いやー
そうだったよね、確かアート番組トライダー人生トライダーですね、ええ、じゃあ、ワンピー側が、あ、キャノンが、ガンキャノンがブリリアンさんで、僕負けました。ブリリアンさん、ブリリアンさん、ガチで、ガチでですね、数少ないガチで、数少ない EX レビューガチで、はい、そして前回も僕、初戦で負けたんですけどね、あこりゃ、お、お、返した。いや、このね、このエルボーダンスが超辛いんですよ。結構あれ、折り際まで無敵ありますからね。いつ着地してんだか分かんなくて、このゲームガード硬直もなんかふわふわしてるんで、すごい差し込みづらいんですね、なんかガードした後結構辛いですよね、あれ。さあ、それでブリリアント1本。さあ、池田稔くん、これガルマカラー、いや違うな、デザート、デザート、分かんないけど、まあデザートっていう、あ、ガードして、あそこの効果でちょっとでもガードしていると、ガンキャノンのターンで、投げが食らいますと、体育飛び防止、さあミサイル、あーっとめくり当たって、これつらい、お勝利を入る、お、これはピョッタ、おしゃがみ大切り一戦、池田稔く取り返す1-1。まあ、ザックは大攻撃が主体になるんで、まあ、ピョリ取りやすいっちゃ取りやすいですね、ジャンプ台、しゃがみ台、立ち台って感じで。ああ、そうですね。それ、あ、さあ、キャノン、ちゃんとガード。結構ね、やりましたからね、俺と池田さんとかで。結構最初のうちやりましたけど。あっと硬直に刺さっていく。まあ、そうです、そうです。ジャンプで避けるのが正解ですね。おちょっとピョッとように見えたけど。さあ、DJ キック。ガード、上タイガー、ガード、下タイガー、下タイガー、すごい硬直長いんで、当たっても攻めどころですね。ディジェキック、やれるのか、ザックがガンキャノン、RX77 に、やれるのか、ディジェキック、大切り、投げ通って、池田稔く勝利。すげえガンキャノン。ありがとうございます。じゃあ次、じゃあ八丁堀グフ竹やんガンキャノン、じゃあ試合ですよ。じゃあこれはちょっと八丁堀宇宙にグフをどうにか連れてっていてほしいところですが、ワンピーゴは竹やんのガンキャノン、最近極めているタケヤンがガンキャノンを使っていくと、あ、カラディ勝利、はい、お見事。じゃあ八丁堀が使うのはなんとレアキャラグフいたんだねお前ということで、じゃあカナディアンマン勝利となっております。はい、さあどうだ、まずはトミドムの打ち合いからヒドロと、ここは、グフはいわゆるそのダルシム的な、疎通でいうとこの立ち回りになっております。なのでこの動きが遅いというところを、竹谷に攻め込まれないように、おっと地上から昇竜拳当てていく、そう、おっとダルシム強いぞ、ダルシムが、ダルシムなのか、ヒドロト、さあハンダで作ったヒドロト、相手のキットをめちゃくちゃにすればいいってもんじゃないってことだ、プラモ帝国エンペラー負けとか、どうなんだガーキャロン、ジャンプ攻撃スライディング、あっちょぼりポセッション、さあザクとは違うのだよ、ザクとはグフがまず一本を先取していく、あの人に勝ちたい、言わせてみせる、さあどうなるか、2ラウンド目、タケヤンのガンキャノンのセットプレーが非常に強いんでね、そこには注意したいところ、さあここは昇竜読まれて飛び込み、飛び道具ジャンプでかわして、おっとこれはジャンプ中下入れですね、スライディング、おっと連続技、ここはガード、しかし飛び道具、あっと空対空、角度がえぐいガンキャノン飛び道具、あー4位と、あー勝者八丁堀グフ、お見事、戦いの中で戦いを忘れなかった八丁堀勝利、お見事。じゃあ次、田沢ドム、エアガイ仮面キャノン、じゃあ1番台ですかね、あ2番台が、じゃあ山コフとパルキチお願いします。山コフ選手ルー、あ、後ろ、いやさあ、ワンピー側、あ、隣、奥です、隣、奥です、隣、
ワンピーガーはエアガイツ仮面が使うのはガンキャノン。お、連邦軍ですね、ガンキャノン。珍しいエアガイツ仮面。そして 2P 側が、グラツー仮面が使う、ドムという感じになっておりますね。さあ、現在のところ連邦軍かジオンか、まあどう考えてったってね、ジオン軍の数が多いんで、優勢なのはジオン軍なのが変わらないんじゃないかなって気がしますが、さあ、ここはバーンナックル、バーンナックル、めくりしゃがみガードと呼ばれる、空中からの砲撃、しっかりガードしていく、田沢、ドム、さあ、ジャイアントバース、打っていく、ドムください、ドム、さあ、どうだ、下段、中切り、バーンナックルで割っていく、連打、連打、隙がほぼない、ガンキャノンのこの突進力、さあ、ここは空対空、あぶち、ジャンプ力で大切り、小切り、昇竜拳、攻撃さん。そしてジャイアントバズ強い田沢まず一歩選手さあガイアオルテガマッシュ黒い3連星まあちょっと黒くないんですけどねカラーがねデザートタイプですけどさあまずは田沢が一歩選手さあバックステップガンキャノンはやっぱりこう自分から攻めるのが得意ではないまあこのバンナックルは強いですけどね得意ではないキャラなので体力リードを、奪わせないというような流れになっておりますねさあ少々刻んでいく空対空エアガイツ仮面の読みが当たっていくそしてめくり表裏分かりづらいこの飛び道具で一瞬のうちにエアガイツ仮面一本取り返す強いさあここはドム連邦かジオンか注目の1回戦の最終試合ですかねさあどうなるかさあ1-1から空対空まずはガンキャノンここが相打ち体力減ってる田沢おーっと高血さん出していくしかしバンナックル飛び道具ジャンプでかわしてレッドガーザーつながなかった残念サインヒートで止まった飛び道具勝利で終わって大パンチバンナックル落としていくエアガイス仮面送るかなり冷静さあピヨッタ回復しかしガンキャノンムーブ勝者エアガイス仮面を見事あっち側で雰囲気静止郎じゃあ2番台雰囲気静止郎ドムえ不枠ザクここは身内対決ですねジオン軍同士じゃあ2番台でお願いしますじゃあ俺と、ビブンさんですか、うん、じゃあビブンさんやっつけちゃうしかないですねまた第1話じゃないですかこれじゃあもう一回第1話やりますええ、結構なんかあれですねギャンが結構死んでますね今日すごいガンキャノンいっぱいいるんですけど、ええ、ガンキャノンのエルボーラッシュをギャンが結構対処しづらいんですねあはい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 、あれ分かんないと辛いですねあれしかもなんかパワーレーザーパワーグラデーションみたいな技ですけどあれで差し込んでも抜けられて相打ち以上取られたりするんですよ結構対処しづらい。さあそして、場所はククルスドアンですね。あ、これククルスドアンか。ククルスドアンのつもりなんですね。あ、つもり。足元になんかすごい風化したザクっぽいのが埋まってるんですけど、かわいい。あ、本当だ。第一話。第一話、ちゃんとガンダム第一立ってますね。先ほどちょっと放送時間ありましたからね。ビブンさんがずっとガンダム使ってますからね。第1話からガンダムハンマー出しちゃいましたもんねさっきガンダムビームライフの性能がすごくいいんで速いし中途半端に高さがあって飛びづらいおっとよ多分事故だと思うんですけどあれ結構出しちゃいけないところで出ちゃいましたけど今でこうそうしますよコマンドがまあヨガで被ってるんでガードから出ちゃうんですねおー微分さん勝利おめでとうございますあ、ファクさんが勝ったちょっとガンダム強いですねちょっと飛ばして落とされましたはいじゃあ次俺のグフじゃあ八丁堀とグフカナディアンマンザクじゃあ1番台でエアガイツ仮面と山コフさんじゃあ2番台がエアガイツ仮面と山コフじゃあ試合の方進めてくださいじゃあちょっと取り直しますねはいじゃあここでハワクを取り直しますカナディアンマン何使ってんのザクかザクじゃあここはまああれですね次世代モビルスーツ決定戦って感じでしょうかザクとは違うのだよザクとは
ちょっとあの飛び道具の打ち合いをガンダムとやったことがなかったのでやってしまいましたね。あれはビームライフルの方が早いですね。そうですね、早いですね。ちょっとやばかったですね。さすが性能がいい、性能がいいですね。ビーム兵器ということで、あ、いいっすよ。じゃあいいですかね、枠を取り直したら試合を開始していきたいと思います。ワンピガはカナディアンマンのザク、ツーピガは八丁堀グフ。さあ八丁堀グフを宇宙に飛ばすことができるんでしょうか。注目の試合になっております。ワンピガは量産型ザクか、それともグフか、ザクとは違うのか、それともザクでいいんじゃねえになるんでしょうか。注目の身内対決となります。連邦 VS ジオン、ジオン対ジオンですね。さあワンピガはカナディアンマン、ツーピガは八丁堀。さあどうだ。さあまずはジャンプ台、ヒートホークの反対が非常に強いということで、ここはうまくそれを利用して飛び込んでいく。スライディング弱足連打キャンセルで残像がつくというよくわからないシステムになってますね。なんとこのゲームスライディングにキャンセルがかかるという非常に斬新な、システムになっておりまして、八丁堀がうまくそれを使って連続技を作っていってるんですがね。さあここは八丁堀体力減らされている。カナディアンマンの守りは硬いか、いや、やはりダルシムムーブを見せていくグーフー近くな。その場で昇竜拳、フェイント、そして飛び道具放っていく。さあ戦いの流れ、戦いを忘れるか、どっち。エアガイスカメン勝利、はい、ありがとう。エアガイスカメン勝利。さあ飛び込んできたぞ、大パンチ。おっと体力同じぐらいだぞ。さあ残り時間がないぞ。あー、八丁堀攻めざるを得ないが、ジャガシ帰る帰る。スライディング、ここはカナディ待ち勝っていく。一歩接種、いや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 、ザークもね、あの火力がソバットとかあの大切り高いんでね、その辺をこういかにこう八丁堀に当てていくか、そして八丁堀で飛んでくるザークをしっかり返せるかどうか、技の隙に攪拌をしっかり打てるかどうか、そのあたりが勝負の見どころになります。割とこのザクとかグフの怪キャラ同士の対戦はスト2っぽくて面白いんですよね。さあスルア、ショーキックで牽制していくのは、おーっとここで2ヒット、ヒートロットが去る。あー対空から、あれ空中ヒットするんですよね、飛び道具が。注意したいところ。さあ今度は八丁堀優勢。さあミサイルポットね、あのガンプラブームの時ね、武器セットしか売ってねえんだよプラモヤに。なんだか死んねえけど、あのミサイルポットみんな持ってましたよね。あーまずい、ここは距離取る。八丁堀消えて昇竜外した、将棋に入らなくてガイルキックからソバット、スラで止めて2ヒット。八丁堀チチ、お前も武器セットか。さあグーが持ってるあのオレンジ色の剣がですね、武器セットはあのキットの手を削らないと持てないっていうね、めんどくせえんだよっていうね、武器セット買わせた上にヤスリまで買わせる気かと。子供の夢を破壊していく。ドライヤーでお前曲げてらんねえんだよガンダムハンマー、分かってんのかっていう感じですよね。あー昇竜刺さっていく、スパイクターン、あー投げた。コンピューターのスパイクターンは本当に強いですね。さあどうだ、ここは大パン落としていく。さあミサイルポットからのミサイル、お前ら大好き武器セットについていたあのミサイルポット、アコースとコズンが、乗っていたザクがつけてましたね。さあどうだ、飛んでスーラ、ラバラル強い、頑張れラバラル。ザクとは違うのか、ザクでいいじゃんなのか。スーラーをガイルキック返す、ガイルキック、スパイクターン見せて、またもガイルキック、我慢した、あーガイルガイルヒートオーク、そしてまたガイル、ザクガイルなのか。体力リードはあっちゃまり、宇宙へ一歩前進、お見事。じゃあ次、じゃあ一大進行でいこうか。準決勝第1試合、不惑ザク、そしてビブンガンダム。今日はガンダム対ザクが続くね。さあ、不惑選手のザク、ワンピエ、そしてツーピエ、今日はニュータイプ専用モビルスーツに乗り込むビブン選手のガンダム。ガンダム大地に立てない、いや、大地に立つのか。ビブンがかなりの今日はキレキレの動きを見せているように見えるんですが、ザク、ここは不惑選手、ビブン選手に切り込めるか、注目の一戦。さあまずは大斬り。さあ昇竜拳、これで飛ぶのが怖くなっちゃうんですが、なんとか不惑選手頑張ってほしい。さあ判定の強いショーキックで飛び込んでいく、速いムーブ、ビームライフル、中キック、中足こかしていく。さあ大斬りが通った、いや投げて、パイプ投げ、出た、パイプする、出ちゃった、パイプする、パイプ外れてないけど。まずはビブンが一歩接種、検索再現、お見事。さ
あーこのパイプスルーがギャンにも入るというね、謎のムーブ、ガンダム EX レビュー。しかし微分散のガンダム仕上がってるぞ。飛んだ、宙切り、いや背負い投げ、竜から直伝された背負い投げ見せていく。昇竜拳で待って、めくった、しかし投げが強引に入る。サミサイルポット重ねて大切り、不惑選手もなかなか作詞な動き。昇竜足払い割っていく、昇竜拳完全に微分戦術。どうなんだニュータイプ、人の確信なのか微分、いや不惑大切り、シャーシを揃って、あー勝者微分大勝利、お見事、ありがとうございました。じゃあ準決勝第2試合、八丁堀グフとエラガイスカメンのガンキャノン。さあ連邦軍が決勝に駒を進めたということで、この時点で八丁堀が負けた場合は今日はなんと珍しい連邦勝利なってしまうのかどうか、全ては八丁堀のこのグフの双剣にかけられた。ワンピー側八丁堀グフ、ツーピー側エラガイスカメンのガンキャノン。さあガンキャノンとグフ、初期の頃あのエアガイス仮面グフ使ったんで、グフが嫌がるムーブっていうのは分かってる可能性があるんで、ここは八丁堀冷静にスーラー繋いで昇竜拳、無敵がない昇竜拳、おっと2ヒット、さあ八丁堀優勢。もう一度昇竜、ナイスガード、飛んできたガードガード、昇竜拳で割っていく。八丁堀の動きが非常にいい、スーラーヒドロット、うわーって、あー投げられた、これまずい、ガード慎重に投げていた、一方選手はあっちょ盛り。さあジオン軍最後の生き残り、ランバラル、ここはエアガイツカメンを破れるか。さあエアガイツカメン、ここは正念場、なんとか取り返したい。連邦を沸かすのか、ジオンを沸かすのか。さあ飛び込みからのジャックパン、そして遠距離の大パンチ、そして下タイガー繋いでいく、あービームが当たる、ナイスガード、ワンフーから教わった空中ガンキャノンのキャノン攻撃、当たっちゃった、一瞬にして一本取り返す、エアガイスカメン。1年戦争は連邦勝利で終わるんだよと、史実通りの活躍見せれるか、エアガイスカメン。さあラルさん、ラルさんは2度死ぬのか、どうなんだ。さあワープで消えて勝利をめくっていく、裏表が分かりづらい。さあここはあースラッ潰された、そして投げ、エアガイスカメン、クレバーの攻め、あーチョコリーガード、しかしバンナックルキャノン、勝ったのはエアガイスカメン、お見事。というわけで連邦軍がとりあえず勝利となりますね。残念、八丁終わってしまった。じゃあジオン軍はもう今日は全員死にました、ジオン軍は死にました。決勝進出、エアガイツ仮面と微分選手、じゃんけんして成績を決めるんだ。アニメ四十九日放映ガンダム EX レビュー大会特別編、連邦 VS ジオン。じゃあ決勝戦始めたいと思います。歴史は変わらなかった、歴史は変わらなかった、1年戦争で勝利するのは連邦軍だ。さあじゃああと最後決めるのはガンダムとガンキャノン、どっちが強いのかを最後に決めたいと思う。 1P 側微分のガンダム、 2P 側中距離支援型モビルスーツガンキャノン。さあどのような立ち回りを見せるか両者、なぜかガウ攻撃空母の背中を今日はお借りしての、次期モビルスーツ、主力モビルスーツ決定戦となっている感じでしょうか。さあガルマが死にそうな中、上でこんなことやってる、連邦軍でございます。さあしばらいバーナクル潰していく、微分がビームライフル飛んでくる、バーナクル、そしてキャノンジャンプ避ける、しかしバーナクル足割りでこかして、ライフルジャンプだい、しかしビームが当たる、どうだ、微妙な体力の折り方、ジャンプだい、ビームキレキレ、まず一本選手。ガンダムはやはり連邦軍の白い悪魔なのか、これはちょっとどちらが勝つか全く予想がつかないですね。ニュータイプ専用ビーム選手のガンダム、ビーム選手専用ガンダムといった感じでしょうか。さあ飛び道具、さあ下タイガージャンプで呼んで二段切り、体力大幅リード、対空攻めざるを得ない、エガスカメン足割りでこかして、しかしガンダムには昇竜がある、勝者ビーム選手優勝おめでとう。
やなんかガンダム EX レビュー大会で初めてガンダムが優勝したという奇跡の展開ありがとうございます。こんな敵ならガタクでよかったんだ。ブライトさんにはまだ戦術がわからないんだということで、じゃあビブン選手お面の用意ができたらヒーローインタビューに移りたい。一方的じゃないか。じゃあいきますよ、放送席放送席ヒーローインタビューです。ちょっと待ってね。はい、優勝したビブン選手、みんな拍手。ごきげんよう。ごきげんよう。バカじゃねえ。どうですか今日の戦い振り返って。いやーもう連邦軍が勝ちましたね。ついに連邦軍ついに、はい、なんかギャンがね、ガローさんのギャンが死んでたのが面白かった。ああ本当ですね、はい、誰がやっつけたんですか。ギャンやっつけたの、ギャン倒したの誰。あれエアガイス仮面とか。いやでもよかったですね、ギャンが死んで。いや本当竹谷さんが勝ったか。竹谷か、あいつ偉いな、ね、はい。でガンダムどうなの。さなんかブビューさんのガンダム見てると強キャラに見えるんですけど。いや技は揃ってますし、あの昇竜拳ちゃんと出せたら強いかなって思ってるんですけども、うん、でもこのゲーム他の無敵技もみんな強いので。なるほどね、どうなるか分からないです。まあちょっとその辺は時の運が絡むのかなみたいな感じで、はい、まあ、そういう意味では今日はキレキレの動きでしたね。そうですね、今日はちょっと勝ちたかったんですよこれ。なるほどね、あの今日キュアフローラの誕生日なんで。あ、なるほど、ごきげんよう。バカですか。というわけでじゃあまあ、ひとまずは、はい、四十九日法要ということで、はい、ガンダム EX レビュー最強になったということでね、はい、これからはじゃあガンダム一本に絞るんですか。そうですね、はい、あそうですか、わかりました。じゃあガンダム EX レビューの戦いはこれからも続きます、はい、今後チャンピオンとして下の人間どんどん追っかけてくると思うんで、はい、全員やっつけてください。わかりました、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、というわけで優勝したビブン選手に大きな拍手お願いします。優勝おめでとう。お前がニュータイプだ、ある意味ニュータイプ、頭の中がニュータイプだ。シャアみたいでいいっすよね、お面かぶってて、かっこいいっすよね。お前どんな軍人だよって話ですけどね、口だけ出てるみたいなね。ありがとうございました。というわけでね、味方の方はねガンダム EX レビューなぜか今年に入ってまた去年の終わりぐらいからまたバカ流行りし始めちゃって、今味方3台動いてますけどね、ガンダム EX レビューはまだまだわからないと、攻略は全く進んでいないと、ギャンが最強と呼ばれていた時代はもう終わるのかもしれません。どうか皆様バカ殿ババにお立ち寄りの際は、ガンダム EX レビュー遊んであげてください、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、金曜大会、アニメ四十九日法要ブランディア&ガンダム EX レビュー大会以上終了、ありがとうございました。今後もガンダム EX レビューをよろしくお願いします。